佐藤すみかです。今から30秒でできるぽっこりお腹解消法をお伝えします。私のですね、整体サロンにお越しのクライアントの方からよくこんなご相談を受けるんです。それは、先生、この私のこのぽっこりたお腹をね、なんとかしたいんです。もうこのお腹だけが嫌なんです、というお声が実に多いんですね。では、なぜそのお腹がぽっこり出てしまうのか。その原因は、実は骨盤の向きなんです。はい、骨盤と言いますのは、こちらの部分ですね。まさにこの腰回りの部分が骨盤ですけれども、この骨盤の横から見た状態、この状態でこの骨盤が後ろに後傾してしまうパターンと、逆にこの骨盤が前に前傾してしまうパターン、この2つのパターンがぽっこりお腹の原因なんです。はい、それではあなたの骨盤の向きをチェックしてみましょう。できれば鏡でチェックしてみてくださいね。では、例えば反り腰です。ぐっと腰が反って骨盤が前に倒れている方。この状態の方は骨盤が前に傾いて前傾しています。この逆はこのような状態ですね。反り腰の逆です。お尻が下に下がってしまっている方、この方は骨盤が後ろに後傾してしまっている状態なんです。はい、なのであなたのぽっこりお腹の原因は、あなたの骨盤が前または後ろに傾いてしまっていることなんですね。なので解決策は、骨盤を正しい位置に戻して整えてあげることなんです。では早速今から3つの手順でお伝えしていきます。はい、それでは早速動きを説明していきます。壁を使います。壁にかかと、お尻、背中、頭をしっかりとつけましょう。そしてこの状態から2つ目です。かかとを上げてつま先立ち、アップダウンを20回します。そして3つ目です。その後ゆっくりつま先立ちしたまま10秒間キープします。以上の3つの動きで早速今からやってみましょう。では、いきます。この状態からアップダウン20回です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。では3つ目です。このまま10秒間つま先立ちでキープです。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ゆっくりとかかとを床に下ろしましょう。はい、今お伝えしました動きをした後にもう一度鏡の前に立ってみてください。先ほどと比べてぽっこりと出ていたお腹がキュッと引き締まっているのがお分かりになると思います。この体操のいいところは、辛い筋トレをすることや無理なダイエットを
せずに骨盤の向きを正しくしてあげることで、あなたの気になっているポッコリお腹を解消することができるんです。この動きを1日に1から3セット楽しく続けていきましょう。そしてこの動画を繰り返しご覧いただいて、繰り返し楽しく続けていくことで、あなたのポッコリお腹がますます解消されていきます。もしこの動画が役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。